お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。さあ、グランプリ予想の方なんですけれどもね、競輪祭が終わってから最速グランプリ予想というのは出させていただいてるんですけれども、まあそこから日にちが経ちましたんで、少しね、選手の気持ちを考えて予想の方をね、してみたということがあります。まあ要はね、みんなグランプリ取りたいのは取りたいでしょうけれど、誰かは先行しないといけない。 ただグランプリで先行して逃げ切った選手っていうのはいていない、もしくは誰か一人いたかなというような気がしまして、えー、ちょっと私の記憶がね、曖昧なんですけれども、グランプリで逃げると優勝はかなり遠のくということに、ね、なっておりますので、 極力本来はみんな先行したくないんじゃないかなとそうなってくると思うんですよねえけれど誰かは先行しないといけないということになりますのでじゃあ本当に誰がね先行していくのかっていうのをね考えていきたいかなというふうに思います メンバーの方はね、えー、脇本、古生、増木、山口、健也、新山、京平、佐藤、慎太郎、松浦、清水、深谷というね、まあ、このベスト9ということになります。誰かが万が一あれば、松井幸友がね、補欠として待機しているという状態になっております。で、えー、並びの方なんですけれど、まずは脇本、古生、ここはね、え、元気で並びますよね。増木、山口、深谷、この3人が短期。 新山佐藤は東北と、そしてえ清水松浦は少し前のゴールデンコンビということになりますので、ラインが3つに短期の選手が3人ということになってきます。さあ、このラインの中で誰が一番先行する意欲があるのかということで考えていきますと、やはり、 ここ、新山佐藤選手、東北ラインっていうのが逃げていく可能性が一番多いのかと。えー、そして、スタートをとって突っ張り先行っていうのが、まあ、この新山選手の代名詞にね、今年の2023年はなりましたので、えー、それをグランプリで見せてくれるのかというところがね、ここ、えー、大いにあるわけなんですよね。えー、私のね、えー、予想としては、 え最終バック通過予想3パターンっていうのをね、えー、絞ってみたんですよね。えー、まずは新山佐藤が逃げている。この後ろに増木か、もしくは山口健也がいている。そして清水松浦がいて深谷がいて脇本が後方からのまくり勝負と。ただ脇本がまくっていく。清水もまくっていく。そうすると、 佐藤慎太郎のブロックもある。えー、もちろんこの後ろがマスギだったらマスギもまくっていく。そして佐藤慎太郎のブロックがあった時に山口健也が打ちすくうっていうね、まあ、パターンもあるので、新山佐藤慎太郎が逃げている時っていうのはマスギ、山口のど,どちらかの優勝ということをね、まあ、前回の予想の方では出して、出させていただいたんですね。ただし この、新山京平がこの一年間、突っ張り先行すると見せていたのは、グランプリで勝つためということを考えれば、新山京平、佐藤ラインがスタートを取る。えー、そして、誰かが抑えに来たら一回突っ張る。えー、ただし、そこでね、新山もそのまま逃げると、自分のグランプリ優勝がない。 まずは脇本が飛んでくるのを待つということで考えれば、脇本、古生が最終バックを通過して、新山がこの3番手からの仕掛けって、えこうなってきますと、ちょっと短期勢っていうのはえ苦しくなってくると。もちろん脇本が逃げてるんですから、ね、古生が刺すというのがね、本戦に変わってきます。逆に、やっぱりね、脇本は逃げるとね、後ろが古生なんで刺されると、グランプリどうしても欲しいと、 一番この中でね、思ってるのは脇本じゃないのかなと思うんですよね。なぜかというと、脇本は、まあ、年齢的なこともありますし、 グランプリを取るだけの力は持ってるわけですよね。この中でも頭一つ抜けた存在っていうのはやっぱりね、えー、脇本じゃないのかなというふうに思いますので、ここ脇本はね、やっぱりね、私はまく暗に回るんじゃないかなと思うんですよね。そうなってくると、最終バック予想3パターン目ということで、清水松浦が一気のかまし、そして新山が3番手、このパターンだったら、新山京平のね、 3番手、まくりということも十分考えられるわけなんですよね。どうせ、えー、脇本か、増木か、山口県やか、深谷のまくりは飛んでくると、えー。松浦がそれを一旦張りに行くと。えー、そして空いたうちを、 まあ佐藤慎太郎あたりも突っ込んでいくでしょうし、新山もワンテンポ待って仕掛けていけば、松浦の牽制を乗り越えていくこともできるとまあいうことにもねえなってきますので、こ,このパターンですと、新山恭平のグランプリ優勝、そしてその後ろの佐藤慎太郎のえ突っ込みというところも、グランプリの県内に入ってくるということになるので、 このね、レースのポイントは、新山がグランプリを取りに行こうと思ってるんだったら、脇本古翔か、清水松浦、こちらどちらかのラインを待って3番手を取るという競争。まあ、こうなってきますよね。これが、まあ、新山がグランプリでも先行して、先行日本一は俺だっていうのを見せつけるレースがしたいのか、 グランプリを取りに行きたいのかというね、えー、ところで、まあさすがに新山もね、グランプリ逃げてね、えー、逃げて優勝できるって思ってるのかなというふうに考えると、やっぱりそうは思わないと思いますね。えー、ただ佐藤慎太郎さんにプレゼントということも、まあ何きにしもあらずかもしれませんけれども、まあそういうね、えー、都市でもないのかなというふうに思います。どうなってくると、新山が グランプリを取るとね、心に決めたんであれば、脇本古将、もしくは清水松浦ラインを出す競争。こうなった時に展開がね、まあ、荒れてくるということにもなります。ですので、まあ一番は新山佐藤が逃げて、ま、木山口が3番手、4番手に似てるような状態だったら、この2人から狙っていけると。ただ脇本が腹くくってかました時は古えそして、清水松浦が先手を奪っていた時は、新山 佐藤慎太郎ラインにチャンスが回ってくるというね3パターンに分かれてしまったとじゃああとは選手の気持ちを考えてということになっていくんですけれど、まあ、先ほども言いましたように脇本が一番ここねグランプリ取りたいと思ってると思うんですねでまあ増木山口っていうのは今回初めて乗ってきたということで、まあ、初出場初優勝っていうのも、まあ、もちろん狙っていくと思うんですけれどそこまでグランプリを取るというよりは まあしっかりとこのメンバーでも勝ち負けできるというね、えー、ところを見せていきたいのかなと思いますよね。えー、そして清水松浦、ここのね、えー、考え方なんですけど、まあ今までは清水松浦ライン組めば、 ね、どちらかが先行して、どちらかそのね、番手の選手を優勝さすという走りもしていたんで、まあ、ここは清水の考え方一つ、それで、まあ、松浦も大チャンスになってくるということですよね。これを、まあ、どう見るか。ただね、一つだけ言えることは、 この9人のメンバーの中で一番マークされるのは、やはり脇本故障ラインなんですよね。え、新山佐藤にしても、清水松浦にしても、脇本を後方に回したいというね、気持ちは強いんですよ。え、ここで牽制し合ってると、やはり完全ノーマークの増木、山口、深谷の短期勢っていうのが、有利にことを進められるということにもね、え、なってきますので、まあ、あとはね、 競輪グランプリ前夜祭の方が終わりまして、枠番と、そして並びの方が確定すればね。 え、再度、え、詳しいね、え、予想の方をね、まあ出していきたいということがありますけれども、まあ今日はね、え、最終バック予想3パターンになる可能性はありますよと。ただ、脇本古生が逃げているっていうパターンは一番目が薄いのかなと。新山佐藤が逃げている。もしくは清水松浦が逃げているということがね、まあ一番多いんじゃないかなと思うんですけれど、ただ、グランプリ前夜祭の方で、もし並びがこれだったら、 何も考えずに脇元で行くという並び。それが脇元で並んだ時ですね。もうこの時は胡椒が脇元グランプリを取らしに行くということになりますので、脇元軸一本でいいかなと思います。えー、もう要は故障はこの並びになった時っていうのは脇元をグランプリ取らすということになりますので、えー、もう自分の着っていうのは別に急着でもいいというね、えー、ことで走ります。 まあ、前の選手がね、9着でもいいわと思って走ってくれた時の番手の選手が展開有利になるのはね、当たり前です。他のラインは自分も優勝したいと思って先頭を走る選手は走るわけですからね。えー、ここがまあ、えー、故障脇元の並びだった時は、木本軸一本でいけるということになりますので、さあ、グランプリ前夜祭が楽しみでなりません。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。